皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。本日は大相模ゴルフスポーツガーデン様にお邪魔をしております。この広いアプローチ練習場でこれそれはね、カエルのマークがついてる、はい、ボノフフロッグスリープ2というお助けウェッジ。フロッグスリープ、あーでも綺麗に当たるね。石井さんそのウェッジの方がいいんじゃない。これいいね。スリープ、フロッグ寝ちゃうんですか。フロッグスのリープ、フロッグス、フロッグスね、うん、はい、見ての通りのお助けウェッジです。すごいっすね、これ顔も結構特徴的。なんだろう、ここの、このこれ、ここちょっと 見てほしいね。ここすごくないっすか。角、カキンっていう、あのピンのあれみたいな、ピンのね、ピン i2 のね、うん、グライド ES ソールの感じのこのネックの立ち上がりに似てるんです。すごいな。これお助けウェッジなんですか。はい、めちゃくちゃワイドなソールに、はい、ツインカットを入れて、はい、滑りやすく抜けやすい。いや今いきなりこのちょっとウェットで嫌なライからトゥルントゥルンと抜けてる感じはしますけど、あの今日のライはなかなか過酷なライなので石井亮介プロのちゃっくりとかが見れるんじゃないかな、はい、一応ほら距離感合ってるとこ見て期待しております。ペチャって言うけど距離感合ってるとこ見て、雨の中も撮影する、はい、過酷ですね。雨雲レーダー見ながら、あーでも綺麗に当たるね、はい、一応距離感いいでしょ。いい、そして安定してる、うん、安定してる。石井さんそのウェッジの方がいいんじゃないの。これいいね。ちょっと見て見て、このほらこのウェットだってこと理解してほしい。理解してほしい。汚すぎる。お目汚ししちゃう。ダブルバウンスで刺さりにくくて、はい、スッとボールの下に潜り込んで、そうですね、で抜けるって書いてあります。はい、あ柔らかい、ものすごいこうあの下をこう抜ける、くぐる。でもちゃんとソールが地面に当たってる感じがするんで、トンと当たる感じはするんで、ツルッツルッて抜ける感じ。いや当たるのか、ちゃんと当たってる感触はするんですけど、すんごい抜けます。あーダフった。今のもそう、ダフったのが助かるっていう感じがする、ね、はい、結構でもスピン入ってた今。あもうだいぶ芝がなくなってきました。うん、すごいよね、うん、これだけウェット で、はい、でまあ、フェースとボールの間にいろんなものが挟まり、やめていろんなものが挟まり挟まり、でもねボールが生きた球が出てる、そのポッコンじゃないんだよ、ね、いやちょっとこれ今、ね、な期待値をだいぶ超えたというか、あのこんな過酷なコンディションでウェッジの次第やるのって思いながらこれいいなって思ってます。いやいやいや、そんなねドライでクリーンな状態でねやったってウェッジの次第になんないんだよ。本当に、うん、ちょっと本当だね。あテント用意してくれた。ものすごいこうボールの打ち出しが高いというか、打った瞬間適当な高さが上がってくれて、でもちゃんと滑ってくれて、さっき小山さん言った通り本当に抜けた球じゃないっていうか、フェース面でコントロールしてる感じがして、これお助けウェッジっていうよりは結構ガチで普通に使っていけるんじゃないって今思ってるんですけど、ちょっと手前から入れてみてもらってもいいですか。ちょっとボールを補給していいですか。はい、あとフェースをそこそこ綺麗にしてください。ピカちゃんと綺麗にしたよ。さて、何から行くんでしたっけ。ポッコンするんでしたっけ。なんとなくちょっとじゃあ手前からダフらせながら打ってみましょうか。やだねダフらせながら、うん、結構このウェットなライだとちょっと怖いよ、うん、今結構手前にだいぶ手前から入れてますけど、はい、いやー爽やか、綺麗な抜けだね。これ
これお助けウェッジっていうか、これ普通に欲しいっす。ほらよくワイドソールだとなんかこう突っかかったりさ、はい、なんかしそうな感じするじゃないですか。この雨に濡れてるこのウェットで、むしろこの今ここを取ってほしいぐらいですよね。本当ですか。ちょっとこれ動かしていいですか。見てこの状況よ。ちなみにね、レーザーミーリングがフェースに入っていて、はい、ラフや雨天時でのフライヤーを軽減するという、そういうレーザーミーリング効果が入ってます。これなんか最近の流行りですよね。ちょっとこうシリアスなゴルフの時にお助けですごいいいですね。14 の, あの幅広とか、はい、他にもあるじゃないですか、幅広と。いろいろありますね。そういうのと比べてどうですか。難しい話ですけど、あのソールの、面のそのなんていうんですかね、形状でやっぱりこう当たり方とかは当然違ってくると思うんですけど、うん、これ真ん中がちょっとこうくぼんでるというか、うんうん、なんかウェーブ形状というか、うまいことこの最初のなんか高いところに当たってるのか、当たった後にこの後ろがちゃんと逃がしてくれるみたいな感じが手に伝わってくるんですけど、はいはい、なのでこんな、もうだってもしゴルフ行っててこんなこの台でなんかこれ悪いことしたのかなって思うところで今みたいにスパンスパン打ててたら、これは武器になりますし自信になりますよね。このデカさでなんか突っかかってる感じがないですね。はい、うん、これもう発売してるんですか。はい、ね、2021年3月下旬に発売されてて、あ、もう3月に発売で、実はね、オノフラボスペックっていうシリーズで、はい、実はもう出てたので、それがどうもこのウェッジいいって評判がいいんで、はい、まあ、プロパーじゃないんでしょうけどオノフウェッジということでデザインだけ変えて新たに出てる同じものです。大変失礼いたしました。ラボスペックは黒で、これはちょっとなんとなくライトなデザインになってます。で安定して同じ感じで打てるので、アマチュアはこのくらいがいいのかね。いや、ちょっとこうアプローチに病を抱えてるプロゴルファーなんかもいいと思いますよ。そうだね、もう完全に一人称になって私のことになってますいやいやいや、ダブルバウンスをこ うまく使って一回入れてそれからバウンス当てて抜けるみたいな発想は昔からあるんですけど、これだけ大きくしても、はい、結構いい感じで機能してるっていうのは、その昔ゼクシオウェッジをお使いだった片山慎吾プロがソールの真ん中をこうくぼませてっていうのがあって、はいはい、でもそれを発想はあれなんです。それを超大きくした感じですよね、うん、でもいい感じですよね。いや、これ爽やかで、これ最初にこれ打ってしまうとこの後のウェッジが全部難しく感じるんじゃないかろうかっていう。これからプロモデルたくさん用意してるんで頑張ってください。これでいいじゃん。うわ、すげえ今のね、うん、じゃあ終わりにしましょうか。いいですか。雨も降ってきたし。はい、一旦止めます。楽ちん。これでいいじゃん。うわ、すげえ